きます。3、2、FM ギノワンのラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんです。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。夜お薬を飲んだはいいが、なかなか寝つけず、このラジオを聞いているメンヘラさん、寂しくて不安で、その気持ちを紛らわせるためにこのラジオを聞いてるメンヘラさん、私たち2人が疑問、質問、お悩み相談、何でも受け付けます。健太さんの広く浅い知識と夏実のその場の思いつきで、いろんな角度からお答えいたします。はい、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏実さん、はい、メンヘラ103@gmail.comローマ字でメンヘラ、数字で103@gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしく。はい、本日5月29日月曜日、第36回の収録となっております。はいはい、はい、放送日がですね、6月5日の月曜日となっておりまして、はい、5月29日現在は台風が、あ、そうそう、台風がね接近しております。接近してるって、はい、ニュースで言っていた。うん、来週末あたりかな。うん、ちょっと意外と直撃コースになってきそうな。そうなん？感じではあるんですけれども。なっちゃんあれやったよ。てるてる坊主作ったよ。てるてる坊主はね、さすがに台風期間らしいのよ。期間ないの？期間期間。あ、一個じゃ足りないってこと？そうそう。千羽てるてる坊主みたいなのがないとね。千てる？そうそうそう。てるてる族みたいなの作らんとダメなんだよ。グレイのてるね。グレイのてるね。動きやってるけどラジオで使わないからね。ごめん。はい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 。まあそんなちょっと今日は曇り空がずっと続いてて、朝の空が紫だった。とはいえね、沖縄梅雨入りしたけど、うん、意外となんていうのかな、空梅雨が続いてるというか。うん。うん、雨がなんかバーって降る時間って結構少ないよね、梅雨入りした割には、うん、そうだね、雨降らないね、うん、なかなか。そうそう、だからこの台風2号かな、本当に来てんのかな。そうじゃないかな、台風2号が改めて梅雨を連れてやってくるのかもしれないよね。そうなんだ。いや、まあでもね、意外と台風が去った後はカラッとカラッと晴れやすい感じもあるんだけどね。あー、そっか、今から梅雨なのか。いやいや、梅雨入りはしてんのよ。あ何を聞いとんねん。本格的になんか雨が降るのが多分か台風の影響で、うんうんうん、雨が降って、ただ台風が去っていったらちょっともしかしたら晴れるかもなっていう気もするんですけど、うん、まあはい、本日も30分短いお時間ですが、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。よろしく。メンヘラトーク。はい、はい、こちらのコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、時にはテーマから脱線しつつ、いろんなことをお話しするコーナーでございます、うん、はい、メッセージもツイキャスもどんどんお待ちしております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今ね、言ったはいいがツイキャスが止まっとる。ツイキャスがもう固まってましてね、うん、これなんかな、なんていうのかな、電波が多い第一スタジオというか、なんかちょっと A スタFM ギノワンの A スタの方でだったら、まあ、本放送の本ツイキャスというか撮ってるから、なんか混戦してるのかなってなんとなく俺は感じてるんですけれども。じゃあこれでやる？影響はもしかしたらあるかもしれないね。じゃあ夏実さんにやってもらうためにツイキャスをね、途中からですけれども、うん、一旦夏実さんの方に来ているメッセージを読んでいただこうかと思うんですけれども、今日のテーマは
今日のテーマがですね、うん、落ち込んだ時の対処法。落ち込んだ時の対処法、はい、これですね、まあ、世間的にねメンヘラと呼ばれる僕たちは、はい、あの一般の人よりね打たれ弱くてさ落ち込みやすいというか、そういった人が多いと思うんですけれども、はい、まあ、落ち込む回数とかさ頻度が多い分ね、うん、その対処法も自分なりのね対処法も確立してるんじゃないかと、うん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 、で俺自身もね落ち込んだ時にはこれをしますみたいなのが、これをしたらなんとか持ち直すよみたいなのがあるのよね。あるんだ、あるんだ、あるんだね。あるある。でも究極的になんかガクンって落ち込んだ時には、うん、なんかその俺なりにやってる対処法でも、うん、なんていうのかな、あまり効果がないというか、うん、ちょっと今日はそうそう、その対処法をする気力さえ起きないぐらい落ち込んでるみたいなさ、そういう時もあるから、うん、まあ、このラジオを聞いていただいてるリスナーさんのなんか対処法、うん、まあ、メンヘラな人もメンヘラじゃない人も、うん、なんか対処法があればそれを聞かせていただいて、ね、ね、ちょっとぜひ参考にさせてもらおうかなという、ツイキャスが欲しい、ちょっと聞いていただけたらとで、そのもしね今まさに現在落ち込んでいるよ、うん、どうしたらいいかわからないよという人の参考にもなってもらえたらなというところで、うん、そうだね、このテーマにさせてもらいましたので、うん、はい、では夏美さんよろしくお願いいたします。あ、このどういったメッセージを読んでいただければ。じゃあメッセージを読みます。はい、夏美さん、健太さん、こんばんは。はい、こんばんは。メンヘラネーム自律神経出張中、略して出張さんです。出張しちゃってるんだ、自律神経、はい、以後よろしくお願いいたします。はい、お願いします。私の落ち込んだ時の対処法は、うん、はい、両耳イヤホンで爆音で好きなアニソン、うん、結構古めのロボットアニソン系、うん、を聞くことです。あ、なんか気が合いそうだな。好きなもんで、アニメの、はいはい、好きな音楽聞いてれば私の場合、うん、まあまあなんとかなります、うん、皆さんはどんな対処法あるんでしょうか、楽しみですね、うん、ではでは放送頑張ってくださいませ。メンヘラネーム自律神経出張中こと出張さんでした。はい、ありがとうございます。爆音で、うん、音楽イヤホンしてね聞くっていうのは、うん、俺もやってる。うんうんうん、で源太さんも、うん、基本的にはアニソンを聞いてますね。うん、聞いてるね、うん、ほとんどアニソンじゃない。うん、出張さんもアニソンを聞かれる、特になんかロボットアニメ、そうね、っていうことだけど、古いって言ってもね、まあなんていうのかな、マジンガー Z とかあんなあそこまで古くはないと思うんだけど、うん、うん、15年とか16年前とか、うん、まあ、20年いかないぐらいだったらそれこそ、なんだっけ、エウレカセブンとかさ、うん、コードギアスとか、夏美も全然わかんない、アクエリオンとかもそうかな、マクロスローンってやったか、その辺だったら僕は、うん、好きで聞いてる、はい、聞いてます、聞いてます、たしなんでますね、たしなんでますよ、ランカリーとシェリルノーム大好きですからね。ほう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 、はい、あとは、まあ、マクロスシリーズ、まあ、マクロスシリーズも聞いてるし、うん、あとは僕がね、アニメ大好きになるきっかけってになったガンダムシード。あ、ガンダム好きだね、はい、あなたね、ガンダム好きだね。シード系のね、まあ、TM レボリューションとか玉木奈美さんとか、うん、はい、は聞きますね、うん、うんうんうん、そう、結構知ってるね、なっちゃん全然知らないの、まあ、アニソン、俺はそれなりにやっぱり聞いてますからね、うんうんうん、そうですね、はい、では僕の方に届いているメッセージも、はい、どうぞお読みしたいと思います。はい、メンヘラネーム、はい、夢をつかぽんさん、はい、ありがとうございます、つかぽんさん、いつもありがとうございます。自分が落ち込んだ時は自然との対話を試みています。はい、裸足で砂浜を歩き、ちょっとだけ海水に浸る、うんうん、幸せだそうです。あ、いいね、うん、自然に触れる、うん、確かにいいね、うんうんうん、これこっち置いたらいいんじゃない？命に触れる。立てかけたら？うん？スマホ立てかけたら？あ、今ツイキャスをこれでやっています。ツイキャスを夏美さんのスマホから携帯でやってるんだけど。はい、いや、どうしてもさ、ほら、女だからさ、自分がよく映る角度を気にしてしまうのさ。夏美さんが映るように動かしていいよ。はい、夏美さんが基本的には映ってください、ツイキャスを。
ありがとうございます。はい、なんかメッセージ届いてますか？ツイキャス来てますよ。プレイグさん来ましたって。あー、やっほー。やっほー、こんばんは。こんばんは。はい、サチーさんからも。サチーさんからもこんばんみ。はい、こんばんみ。ありがとうございます。こっちが隠れてる。あ、もうしょうがない、そこは。はい、では続きまして。はい。あ、続きましてですか。スカポンさんのあれにもちょっと触れようか。自然との対話を試みているという。自然との対話 大切だと思う。命に触れるってことでしょ。まあ命というか、まあね、あの大きい意味での自然って言ってるからね、うん、命とはまたちょっと違う、ニュアンスが違うような気もするけれども、あ、本当、私、まあ、大きい意味では命かもしれんけどね、うん、例えばそれこそ外を散歩したりっていうことだろうね、砂浜を歩く、確かに気分転換になる。俺もね、走りに行ったりするからね、落ち込んだ時とか嫌なことの時とか。そうかも、そうかも、うん、ケンタさんそうかも、うん、ちょっと体を動かしてちょっとリフレッシュするというか、うんうん、そういう風にやってます僕も。はい、続きまして、はい、メンヘラネームハトさんからいただきます。ハトさん、ありがとうございます。はい、すごく落ち込んだ時は楽しい映画か、うん、YouTube でマッサージ動画を、うん、眠気が来るまで見て寝ます。ちなみに最近見た楽しい映画はバッドボーイズです。バッドボーイズ聞いたことある。バッドボーイズ、ウィル・スミスさんがね主演で出られてる作品なんですけれども、これはバッドボーイズ、まあ結構シリーズものでね、その後続いてるんだけど、うん、一番最初は1995年に放送されて、30年前ぐらいか、うんうん、28年前、うん、マイケル・ベイ監督って聞いたことある？ない。まあ、有名な監督なんだけど。そうなんだ。マイケル・ベイ監督のデビュー作でね、うん、これが続編に、続編でさ、バッドボーイズ2バッド、うん、そしてバッドボーイズ4ライフが公開された。 3 どこ行ったの？この4ライフ、4はあの、うん、あなたにの4、4じゃなくて4ライフ。4って4って、そうそうそう、あ、4 you ってこと？そうそうそう、の4ね。なんだ、4だと思った。3どこ行ったっ。俺この2003年に放送され、あ、公開されたバッドボーイズ2バッドは、あの、うん、映画館に、劇場にそれこそ見に行って。あ、そうなんだ。そうそう、このシリーズ好きでね。そうなんだ、はい、主演の2人がすごくいい味出されてるんですよ。ウィル・スミスともう一人、名前は出てこないんだけどね、うんうん、アメリカのコメディを主にやられてる黒人俳優さんかな、うん、その方が、はい、すごくいい味出してて面白いんです。でもちろんこの3作目にあたるバッドボーイズ4ライフ、うん、これはね2020年に公開されたんですけれども、うん、ハピアンでね、ハピアンでアマゾンプライムかネットフリックスか何かでちょっと見させてもらって、あ、本当、うんうん、面白かった。こちらも、そっか、そうそう、でまたこれ続編やるんじゃないのみたいな、なんか終わり方だったから、うん、どうなんだろうと思って検索したら、うん、なんか意外になんていうのか、予想以上にヒットしたっていうこともあって、うん、次回作の続編4作目、うん、うん、3作目が4ライフ、ちょっとややこしいんだけど、ごめんなさい。4作目の、うん、制作企画がちょっと始動したっていう話がある、うん、ただね、うん、まあ知ってる人も多いかと思うんですけれども、うん、ウィル・スミスさんなんかアカデミー賞かなんかの舞台でね、うん、授賞式の舞台で、うん、ビンタしはったさ。したね、うん、あれがあってからちょっと干され気味というかさ、なんか、あ、そうなんだ、だったんだけど、もう活動開始されてるのかな、うん、それもあってから、うん、ウィル・スミスさんが出る作品 に、うん、ちょっと嫌悪感を示す人とかさ、うん、あるいはもう主役を変えてやるってなったら俺はちょっと寂しいんだけれども、うん、バッドボーイズシリーズは、うん、まあそういうことがあってちょっと続編に暗雲が立ち込めてるんだけどね、うんうん、でもまあ確かにこういう楽しい映画見たらね、うん、俺もなんていうのかな、創作物、僕も落ち込んだ時は、うん、アニメ、漫画、小説とか、うん、読んで見たり読んだりして、うん、ちょっと現実逃避じゃないけど、現実逃避じゃないけど、うんうん、創作物の世界にね、ちょっとなんていうのかな、身を置くというか、意識を飛ばして現実から逃避するっていうこと。そう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 、なんていうのかな、
夢と希望のあふれた世界を堪能して。そっかそっか、はい、現実ちょっと苦しい時あるからな、ちょっとちょっとごまかすというか和らげるというか、うん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 、それでリセットリフレッシュするっていう方法を取ったり、うん、してますけれども、キムさん、はい、追加してますよ。あ、はい、これなんて読むんですか。ニリエイジさんかな、ニリエイジさんかな、うん、お文具と一緒。あ、団子がプラス3来てる。ありがとうございます。団子が3個来てる、はい、ありがとう、はい、サッチーさん、落ち込んでる時は音楽聴くかラジオ聴いてますねって。あ、やっぱね、自分の好きなものをね、なんか耳にするとか、うん、でプレーグさんも同じ同じって言ってる、うん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 、ウィル・スミスのことだろうね。ビンタ騒動あったあったって、そうそれのせいでね、はい、ちょっと大好きな映画の続編がちょっと心配になっているところなんですけれども、うん、はい、はるちさんからお団子2つ来てる。はい、ありがとうございます。お団子嬉しい。嬉しい、うんうん、みんなね、それなりにそれぞれにね、うん、なんていうのかな、解消法というか、うん、あると思うんで、解消法あったら、はい、夏美さんにも音楽聴いてる時間にちょっと聴いてみようと思うんで。あ、そうだね、はい、まずはそうですね、これ夏美さんにね、ちょっと、うん、の解消法をちょっと知りたいという方は、うん、ぜひ放送を聞きの後 YouTube 等でご覧いただければと思います、うん、ですな、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ではここからは楽曲紹介のコーナーに入っていきたいと思います。はい、はい、先ほど出張中さんが出張さんがロボットアニメの音楽聴いてるよっていう話だったんで、うんうん、はい、僕のなんていうのかな、好きな、うん、ガンダムシリーズ、ガンダムシリーズ、はい、ガンダム作品の中から、はい、1曲紹介させていただきたいと思います。はい、はい、それでは、米倉千尋さんで嵐の中で輝いて。はい、では夏美さんのなんていうの、落ち込んだ時の対処法。夏美はね、もうね、お薬飲んで寝ろ。そうね、企画的なんか対処法というか、頓服を頓服を駆使してる、はい、不穏時頓服をね、夏美さんは不穏時頓服がさ、1個2個、うん、2個あるわけ。ん、うう2個あるわけ。布団地って不穏地天ぷら、不穏地天ぷら、違う、豚腹、違う、つられてる、不穏地豚腹、豚腹がね、2種類あるからね、うんうん、それをね、どっちか飲んだりとかね、してる、うん、それで寝る。もうちょっと、とりあえず本当に起きすぎだから寝る。あ、なんていうの、長い時間、長時間眠れないんだよ、ね、ショートスリーパー、眠れたとしてもショートスリーパーだしね、うんうん、比較的寝つきはいいんですよね。寝つきいいよ、伸びたみたいに、ぐわーっすぐ寝るよ、すぐ寝るね、らしいよ。枕に頭乗せたらもうぐわーそんなにかいね、そうそう、寝る感じなんだけど、でもその後に、うん、俺は寝るのが遅いのよ、結構寝つくのが悪く、うん、寝つきが悪くて、うん、で夏美さんが多分ね、当然だけど夏美さんが寝た後に俺は寝るんだけど、夏美さんはその後何時間に起きてるんだよね、多分ね。夏美起きてるのが自分で記憶がある時と、起きてるって言われても分かんない時がある、うん、別の人格のね、サイリさんが、うん、サイリが起きてなんか朝とか食べたやつの、うん、なんていうの、抜け殻っていうの、カス殻、カス殻というか、まあ、食べたものね、ゴミとかね、そう、ゴミとかが置かれてる場合があるから、うんうん、沖縄大好きさんも、あ、来ます、ツイキャス、沖縄大好きさん、あ、プレイグさんもさ、あ、待ってよ、読もうね、足の中で輝いて、あ、チーニーさんが、ね、チーニーさんがクラッカーと団子4つくれた、はいはいはい、やったね。あ、プレイグさん、はって言ってる、米倉千尋さんよ、いいよ、いいですよね、嵐の中輝いていてコメント来てる、沖縄大好きさん、トーシュターって来てる、来てくれた、こんばんは、沖縄大好きっす、こんばんは、みんなこんばんは言ってる、ありがとう
クレイグさんこんばんは、みんなこんばんは言うとるで。これね、ツイキャスとかだったらね曲聞けないけど、本放送だったらね、うん、聞けるから、もしよかったら本放送でもぜひ聞いていただいて。そうだね、遅いけどね、方がいいよ。もうでもまあ知ってる曲だったら全然いいかな。トークが聞けるじゃん。YouTube でもね、嵐の中で輝いたら聞けるはずだし、うんうん、まあいいかもしれない、はい、ありがとうね、ツイキャスいっぱいありがとうね。団子はね、もらった分だけみたらし団子買ってもらえるかもしれない。はい、じゃあいいですか。うん、はい、はい、それではお聞きいただいているのは、あ、すいません、ありがとうございます。はい、お聞きいただいているのは米倉千尋さんで嵐の中で輝いて、はい、はい、こちら OVA 機動戦士ガンダム、うん、第 08MS 招待のオープニングテーマ曲となっておりました、うんうん、はい、米倉千尋さんのデビューシングルで、うん、これがね、いつだったかな、2000何年かその辺忘れたけど、うん、NHKBS でね、発表全ガンダム大投票みたいなのやってたのよ。発表全ガンダム投票、全ガンダム大投票みたいな。あ、で、うんうん、この嵐の中で輝いてという曲なんですけれども、うんうん、こちらはね、ファンが選ぶガンダムソングの第5位にランクインされた曲です、うん、あ、そうなんだ。はい、もうケンさんこの曲大好きで。ああ、プレイグさんも好きみたいよ。はい、ああ、米倉千尋さんね、名曲ですからね。はい、で、沖縄大好きさんも、このガンダムの作品弟が好きでよくカラオケで歌ってます。ああ、素晴らしい、素晴らしい。嵐の中で輝いてって、なんかみんなでカラオケ行ったら楽しそうだね。夏美さん、あのタッチしか歌えないけどいい？そこにタッチ、うん、はい、いいんじゃないですか。はい、はい、では楽曲紹介のコーナーでした。メンヘラジオエンディングでございます。はい、今日も、夏美さんが今ツイキャスに夢中で、はい、ツイキャスの皆さんに向かってピースしてましたね。うん、だってね、コメント来てるんだよ。あ、本当、じゃあ読んでいただきましょうか。沖縄大好きさん、はい、沖縄大好きさん、あ、プレイグさん、沖縄大好きさんも一緒に歌えるねって言って、うん、沖縄大好きさんが、うん、メンヘラジオでカラオケ大会いいねってプレイグさんが言ってる。ね、メンヘラジオオフ会が。沖縄大好きさん、いやいや練習必須です。で、あとピースってプレイグさんが。そっかそっか、楽しい。最近ね、なっちゃんツイキャスで、そう、ツイキャスちょっとお気に入りになってからね、なんだっけ、ゲリラ配信みたいなことも、うん、夏美さんしててね、家のトイレの前でやってる。そう、ケンタさんも一緒にやろうって言って、いや俺はやらないよって言ったら、すごい悲しい顔してる。え、気が向いてもやらないのって言われて、いや俺やらないよって言ったら、どうしてどうして。いや俺は俺で、お家にいる時はね、うん、好きな、なんていうのかな、それこそアニソン聞いたりさ、アニメ見たり、うん、ケンタさんはケンタさんでなんかやることいっぱいあるんで、うん、でもさみんな聞いて、付き合いたての頃はさ、2人でさ、なんかさ、デジタルコロビーカフェとかさ、夜のってつけてさ、やったりしてくれてたんだよ。ただの動画を撮るだけだけど、2人で、うん、ラジオごっこみたいなことね。そうそうそう、うんうん、ほらほら来てるよ、沖縄大好きさん、ケンタさんいないと寂しいって。そっか、タイミングいい時しか見れないけどね、ゲリラライブって。プレイグさんも、そうね、そうね、あ、ゲリラ配信、あ、もう本当にあくまでもゲリラ的にやってるからね。そうそうそう、夏美がやりたい時にポチッとしてイエーイってやってる。そう、そういう時はもしかしたらね、ケンタさんがバチンコ行ってて一人で寂しいって時もあるかもしれない、うん、その時かまって。その時はかまってやるから。そうね、そういうのもあるかも。で、さっき話で出た、うん、デイジチャーコロビーカフェの方なんですけれども、うん、毎週木曜日、ハピワンの、うん、まあ、元ハピワンって言ったらいいのかな、うん、ハピワンはもうなくなっちゃって、ハピワンで一緒に過ごした仲間たち、うん、金浜所長も含めてね、やってたラジオ番組があるんですけれども、これがね、うん、毎週木曜日放送してたんですけれども、うん、なんていうのかな、
一身上の都合って言ったらいいのかな、一身上の都合にしとこう、うんうん、で、放送時間と放送曜日、うん、ちょっと変わるんだよね、はい、放送形態も生の放送から収録の放送に変わりまして、うん、収録自体は毎週月曜日の11時ぐらいからやるのかな、うん、だから今日の朝ね6月からはその放送が変更があるんで、うん、なんかツイキャス見に行ってあげて、そうそう、もっとデイジチャーコロビーカフェっていう名前も変えてね、6月からは夜みたいよ、日曜日の夜8時から、うん、放送がされます。で収録自体はねツイキャスも利用しながら、ちょっと生放送っぽくやるものにはなってますんで、うん、はい、皆さん遊びに行ってください。そこにね僕ら夫婦で収録に臨むことも今後はあるかと思うんで、はい、ぜひもっとデイジチャーコロビーカフェの方もよろしくお願いします。したっ、はい、では、本日のメンヘラジオはここいらでお開き、はい、今日も元気に病気中中村夏美と中村健太でした。お薬飲んで寝ろ、寝ろ。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ツイキャスいっぱいありがとうございます。みんなカラオケ1年ぐらい行ってないって。あ、そうなの。そうなの。これメンヘラジオでカラオケやるしかなくないか。マジでマジで。なずみさんカラオケ大好きよ。カラオケ大好き、うん、ありがとうございます。プレイグさんお疲れ様。 YouTube バイバイ。 YouTube バイバイ。